高名崎地図高名崎は八重山列島の波照間島南東部にある岬である。方言では高名座市と呼ばれる。波照間島の東南部には高さ十数メートルの琉球石灰岩の海色崖が約1キロメートルに渡って続いており、高名と呼ばれる継承地になっている。崖上には幅約200メートルのカレンフェルトが広がり、その内陸側は芝の生えた砂丘になっている。 入り表石垣国立公園の公園計画で、高名崎を含む一帯が高名崎園地とされているのをはじめ、一般にはこの岬の付近一帯を高名崎と呼ぶことが多い。ハテルマ島は民間人は通常は訪れることのできない無人島である沖の鳥島を別にすれば、一般的な交通手段で訪れることが可能な日本最南端の島であり、高名崎は一般に 日本最南端の岬とされる。ただし、ハテルマ島の正確な最南端は、高名崎から西南西に約1 5トルの北緯24度02分44秒、東計123度47分18秒の地点にある。国土地理院の地図ではこの地点に名称は付されていない。岬から西南西に約8 0 0ル 最南端の地点から東北東に約700メートルの位置には日本最南端を示す様々な石碑やモニュメントが混流されている。1972年3月には砂丘帯に波照間飛行場が建設され、沖縄航空のセスナ機による石垣島線が開設されたが、翌1973年にオーバーラン事故を起こして路線は廃止となり、その後、 1976年に場書を変えて新たに、ハテルマ空港が建設された。日本最南端の石踏みと、政治報酬の日日本最南端平和の日ハテルマの、日沖縄返還前の1970年、北海道から日本縦断の旅を観光した学生が、旅の終着点として到達した当地にアルバイトで、稼いだ費用を投じて建設したコンクリート製の記念碑。 柱の上部に三角形の名標が固定されており、名標の両面に日本最南端の日と刻まれている。1995年に竹富町が終戦50年を記念して建立した石踏みで同年8月15日に除幕式が行われた。この石踏みの周辺約3万平方メートルには国の沖縄コミュニティアイランド事業の一つとして、 屋外ステージ等を有する多目的交流広場が整備されるとともに、果てるまと星空観測タワーが建設され、1994年5月18日に落成している。1972年に南方道方園五会や新東青年全国協議会等の複数の団体が沖縄返還を記念して混流した石碑。この石踏みに続く歩道は日本の 全47都道府県から集められた石を使い2匹のオロチが交差する形に作られている。デザインは造設計集団による。日照期のレリーフをはめ込んだ石踏みで、果てる間の石踏みの混流後に神屋屋屋教によって建てられた。神屋屋屋教は1977年に沖縄の本土復帰5周年を記念して国旗系用島を混流したが、 風雨にさらされ国旗の損傷が激しいため、これに代わり、社団法人国旗協会の講演を得て、1985年に昭和天皇在位60年を記念して、政治報復の日を混流した。日本最南端の石踏みと隣り合っているが、両日に直接の関連はない。2018年、日照期の赤い日照の部分に4箇所の傷が付けられているのが発見された。 ありがとうございます。